ナンバーアンダーライン i 世界進出への挑戦と K-POP との差。ナンバーアンダーライン i は世界で成功することができるでしょうか彼らの挑戦は K-POP との差に立ち向かうことができるのでしょうかそれとも彼らの道のりはまだ始まったばかりなのでしょうかわずか3ヶ月。それだけの時間で彼らは世界の舞台に飛び立った。 日本人アーティスト、ナンバーアンダーラインアイ、ナンバーアイは、その名前を世界に轟かせることができるだろうか平野二27、神宮寺優太、26、岩優太、28の3人からなるこのグループは、今年の元旦に驚きのデビューを果たした。彼らのデビュー曲、g o トの MV はリリースからわずか3日で再生回数1000万回を突破し、 その勢いに乗って世界初の舞台、米国の野外フェス、コーチェラフェスティバルに挑んだ。たった3ヶ月で世界進出を果たした日本のアーティスト、ナンバーアンダーライン愛。彼らの音楽は、日本国内で熱狂的な支持を集める一方で、海外での評価はどうだろうか。そんな疑問が、彼らが米国カリフォルニア州で開催された野外フェスティバル。 コーチェラフェスティバルに参加した際に再び浮上した。ナンバーアンダーラインアイはデビュー曲 g o トの MV がリリースからわずか3日で1000万回以上再生されるなど爆発的な人気を誇る新人アーティストだ。そしてそんな彼らがコーチェラフェスティバルに参加することが発表された時ファンは大いに期待した。しかし現地の評価は予想外のものであった。 アジア系アーティストが多数出演する特別ステージでのナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは日本からのファンが熱心に応援している一方で現地の参加者からはほとんど反応がなかったという海外での認知度はまだ低く彼らが抱える課題が浮き彫りになった瞬間だった特別ステージに出演した彼らを迎えた観客たちはほとんど反応がなかったそれもそのわず 彼らはまだデビューして日が浅く、海外では無名だったからだ。しかし、一方で、驚きの瞬間もあった。g o ト t の3曲目で、韓国のボーイズグループ、GOT7 のメンバー、ジャクソン130がサプライズゲストとして登場したとき、会場は大いに盛り上がった。ジャクソンは流暢な英語で話し、その場を沸かせた。 しかし、すべてが挫折ではなかった。ナンバーアンダーラインアイは意外な展開を見せた。パフォーマンス中に突如登場した韓国の人気グループ、ゴッドセブンのメンバー、ジャクソンワンのサプライズゲスト参加によって、会場は一変した。この出来事から、ナンバーアンダーラインアイが世界で成功するには、まだ時間がかかるだろうとの見方が広まった。しかし、 彼らのファンは彼らの挑戦を心から応援している。海外での成功は容易なことではないが、ナンバーアンダーラインアイはその一歩を踏み出したのだ。個人的には彼らの挑戦はまだ序章に過ぎないと感じる。ファンがほとんどアクセスできない場所でのコーチェラ出演は彼らにとってどんな経験をもたらし、どのような刺激を与えたのだろうか。 彼らの成長を見守ることが楽しみだ。ナンバーアンダーラインアイの海外初公演は大成功だったと私は思う。彼らが初めての海外で異業を成し遂げ、アメリカの iTunes でも結果を残したことは素晴らしいことだ。これからの彼らの活躍に期待したい。そして今後も彼らの成長を支持し、応援し続けたい。 彼らの挑戦はまだ始まったばかりだ。また、同じく韓国から参加したガールズグループ、エルイース・セラフィム、ル・セラフィムは、このフェスで40分間の単独ライブを実施し、会場を委員能に包み込んだ。彼らの圧倒的なパフォーマンスは、ナンバー・アンダーライン・アイにとっても一つの示唆となったはずだ。しかし、これは単なる序章に過ぎない。 彼らが世界で光を放つにはもう少し時間がかかるかもしれない。ただ、現地にいた観客たちは彼らのパフォーマンスに大いに感動し、たくさんの動画を撮影し、SNS 上でその素晴らしさを伝えた。これはまさに始まりに過ぎない。彼らの旅はこれからだ。ファンとして彼らの成長を見守ることは非常に興味深い。 彼らはまだ成長途中であり、それが彼らの魅力の一部だ。そして彼らがこれからどのように成長していくのか、その過程を見守ることは楽しみである。コーチェラ出演はファンにとっては驚きの連続だった。そしてその経験から得られるものはきっと大きい。彼らがこれからどのように進化し、どのような道を歩んでいくのか。 それは私たちにとっても楽しみなのである。本人たちもファンもまだ世界へのスタート地点だと思っていますよ。コーチェラは大きなきっかけではあったし、初海外アウェイの中での初野外ステージと、いい経験になったと本人たちも引退で言っていました。でも彼らが目指すものは K-POP ではないので、K-POP の良いところも真似しつつ、他とは違う存在感が出せたらいいなと思います。 海外で評価されてる日本のアーティストはみんな、パーヒュームもベイビーメタルも新しい学校のリーダーズも独自のパフォーマンスをしていますね。その中に日本らしさもあって、それが海外から受けるのでしょうかナンバーアンダーラインアイが世界で脚光を浴びるにはもう少し時間がかかりそうだ。ゴートが発表されてまだ4ヶ月弱。もう少し時間がかかるのは当たり前なのでは デビューして即爆発的に売れるような日本の音楽事情ではないし。だいたい K-POP と比べるのもおかしい。目指すは K-POP ではない。今回は世界に向けたお披露目のようなもの。アウェイでのパフォーマンスも当然。チャンスを活かせればいい。ここから名前が知られ、注目されて認知されていけば大成功。 現に少しずつ結果出てきてるよね。失敗したってやりきれば納得できるしそれでいいと思う。今までは挑戦すらさせてもらえなかったのだから。知名度はないのだから完成や盛り上がりにかけるのは仕方がないのでは三人体制になってから日も経っておらず、今までとジャンルの全く違うラップでのライブは2回目ですか 今日まず同踊り時とパフォーマンスしたことはさすが今までのアイドルとしての経験値があるからと感じました。素晴らしいです。しかしダンス、ラップはコラボされたジャクソンさんと比較するとやはりかなり技術の差を感じたことも事実ですし、また近年は日本でも成果でありながらキレキレのなダンスをするダンスボーカルグループも生まれています。 そのあたりと比較するとパフォーマンスのレベルはまだまだと言わざるを得ないと思います。ただ彼らには天性の花があるのも事実で、それは努力をしたから身につくものではない才能なんだと思います。立派なスタートを切り、すべてはこれからだと思います。同じ日本人としてあら探しはやめませんか